どうぞごゆっくり最後までお楽しみください。ここに行きます。さあ、ふけの湯さんへ、レッツゴー。安比高原レインボーラインから、県道45号を西へ。松尾八幡平ビジターセンターを経由して、雄大な八幡平スピーテラインを走り、県境をまたいで、ふけの湯へ行きます。
8万体ビジターセンターで公開している夜間通行止め情報を載せておきますので、走行の際は十分注意してくださいね。標高 1100m、秋田県新王に立ち、8万体最古、宝永年間開湯の歴史を誇る名湯。
外のお風呂のみですけど、ね、どうも。
館内のお風呂にも入浴した時の動画です。よかったら覗いてみてください。極上湯いただきました。お肌すべすべ、体はポカポカです。それでは、八幡平の温泉動画などのサムネイルを貼っておきます。湯巡りなどの参考にしてみてください。なお、これからも八幡平の動画は増え続けますので、これからもよろしくお願いいたします。Thank you for watching until the end.